不動産屋にこの物件ある場所は童話地区ですかというふうに聞いたら、どう答えるでしょうかね。一応ね、法務省だとか、あとは各自治体の指導、あとは国土交通省の見解、まあ、公式には、そういうのは答えられませんと、まあ、答える必要がないと、答えてはいけない、まあ、そういうことなんですね。だからお客さんに対してそういう質問には答えられませんっていうのが正解というふうにされてるんだけども、じゃあ実際問題そういうふうに答えるのはね、難しいと思いますよ。客商売なんだから。その答えられないっていうのは、それは知ってるのに教えないっていうような、なんかそういうふうに捉えられてしまうので、まあお互いモヤモヤしますよね。で、まあそういうことを聞いてくるお客さんがね、それで諦めるのかっていうところもありますよね。で、実際ね、不動産屋さん、僕何人かに聞いたことはあるんだけども、そもそもそういう質問をされるっていうことって滅多にないそうですよ。まあ地域にもよるのかもしれないけども、1年に1回あるかないかじゃないかというふうに言われました。まあでも絶対ないっていうことはないわけです。じゃあそういう場合にどうするかというところなんだけども、まあそのニヤニヤ笑って察してくださいみたいな感じのこともあれば、まあ本当にね、ああ童話地区ですよっていうふうに答える場合もあるらしいんだけどもね。でね、ここにちょっとね、参考になるものがあるんですよ。平成25年6月18日回答書、鳥取市長竹内勲様、当時の鳥取市長ですね。回答したのは公益社団法人鳥取県不動産鑑定士協会。固定資産税の評価外における標準宅地等の鑑定評価において、童話地区であることがどのように影響するかの問い合わせについて以下の通り回答いたします。不動産鑑定士が標準価格の査定において童話地区であることを理由に価格を上下させることはありません。そもそも鑑定を行う不動産鑑定士は童話地区の場所を認識していません。いや、すごいですね。こういう質問をする鳥取市もすごいんだけど、この回答っていうのもね、なかなか、立派ですね。童話地区の場所を認識していません。まあ知らないっていうことなんです。でね、これはね、本当だと思います。というのもですね、まあ鳥取市の話なんで、鳥取市だとね、まあ部落って言ってもね、まあ郊外にあるのと街中にあるのともあるんだけども、だいたい郊外の部落ってね、市街化調整区域になってるんでね、あんまりこう売買自体がそもそもされなくて、あんまりね、そこで不動産鑑定士が出てくることってないんじゃないかなっていう気がします。むしろね、問題になるのがね、一番その取引が行われるのが、西本寺のあたりですね。鳥取市の人じゃないと知らないだろうけども、西本寺田之島っていうあたりが、そのあたりがね、もう街中の部落で、鳥取市では最大の部落になるんですよ。ただね、行ってみるとですね、ほんと街中なんですよ。で、城北高校って知ってます？相撲で有名なところなんですね。逸ノ城が出たところですね。あのあたり、有名な暴行事件があったちゃんこ屋なんかもありますよ。あのあたりが西本寺。だけどね、実際西本寺のあたりでね、じゃあどの範囲がね、童話地区かってね、わかんないですよ、本当に。だからわからないっていうのはね、これ正直なところです。西本寺田之島のあたり、あのあたり部落だなっていうのは、まあまあ知られてるんだけども、じゃあ具体的にどの範囲かっていうとね、それは、答えられないっていうか、わかんない、不動産屋さんでも。で、あのあたりの物件って結構売り出されてるけども、僕は聞いてるのはね、じゃあこの物件童話地区ですかっていうふうにね、そういうふうに聞かれたらですね、まあ不動産は知らないって答えるか、まあ地名としては西本寺だけどここは部落じゃないみたいな、なんかそういうふうに答えるっていうふうに僕は聞いてますね。まあそもそもね、もう特措法切れてるんで、正確には童話地区ってまあ存在してないんですよ。だからその国土交通省なんかのね、公式見解では答える必要がないって言うけども、それは間違ってますよね。知らないっていうか、童話地区じゃないっていうふうにね、はっきり答えちゃっていいわけです。別に嘘になんないから、それね。だから、まあ、そのあたり参考にしてください。で、このね、続きがあって、確かに標準価格の査定に用いる取引価格と地域要因の比較における地域の名声品位という、
品位等という地域要因に実際上童話地区であることは影響を及ぼすことは考えられます。しかしながら取引価格については個々の取引事例における売買当事者間で童話地区であることが考慮されていることもあれば考慮されていないこともありとか言ってですね、まあそういう感じの文章が続くんだけども、これ要約するとですね、まあ童話地区だろうとですね、その市場原理に従って売買されるんで、童話地区だから安いとか高いとかそういうことはないですっていう、まあそういう答えなわけです。ただまあ実際問題っていうところになると、まあそこはブラックだなっていうことは不動産屋も分かってると、うん、ただじゃあ具体的にまあピンポイントにね、ここって言われてここが童話地区で、でそこの価格はどうこうっていうことは、まあなあ、まあ不動産屋としては言えないというか分からないっていうのが正解なんです。結局まあ最終的に値段をつけるのはお客さんっていうこともあるんでね。でまあこのあたりからはちょっとね、法律論というか僕の所感になるんだけども、まあ別にその童話地区っていうのもね、まあ分かってる場所もあるってはあると言えばある。大阪市なんかはその50年の歩みっていうね、あの大阪市人権協会のね冊子が出てるわけだから、まあその2003年の特措法が切れるまでの童話地区の範囲っていうのはね、かなりね分かっちゃってるわけです。中にはこの地図があってね、そこに線引っ張ってあるようなのもありますからね、京都なんかね、ただまあもちろん今はもう法律切れてるから童話地区ないって言ってもね、別に嘘じゃないんですよ全く、うん、でじゃあでもその童話地区の範囲がどこかっていう、答えたらいけないっていう法律もないわけです。まあ答える必要はないっていうのはまあそうなんだけども、じゃあ答えちゃいけないっていうことになると、それは別に法的根拠もないんで、まあ別にそのここブラックだよ、ここ童話地区だよっていうふうに、別にね不動産屋は答えるのは別にそう思ってるんならね、そう答えるのは別に構わないとは思うわけです。でこれはね、僕裁判所なんかにもね苦言を呈したいんだけども、いわゆる事故物件ってあるじゃないですか、あの人がね自殺したとかそういう物件ね、そういうところに関してはなんか告知義務があるでしょ。でそれも理屈としてはそういうね、そういうなんかこう不快を催す、その人にねこう不愉快を催、不愉快をね思い起こさせるような、そういう歴史的背景のあるような土地、あの物件っていうのはそれは告示しないといけないっていうようなね、まあ、そういう告示義務はあるんですよ。でもこれってね、言ってみれば迷信ですからね、別に幽霊が出るわけでもないし、うん、でもそういうことでもね一応告示義務があるっていうことになってるわけです。でその一方でですよ、その童話地区のことについてね、もうそこに住んだらなんか差別されるだの、不利益を被るだのって言って散々言っておきながらね、そのことはなんか告知しなくていいっていうのはね、僕それ大いなる矛盾だと思います。告知しなくてもいいっていうんだったらね、いや別にそんな童話地区だからっていうことは別にね、そんな人にとってはどうでもいいような問題なんだっていうことなわけですよ本当に。まあこういうことを言うとマイクロアグレッションとか言って言われるかもしれないけども、そういうことを言わざるを得ないでしょ。じゃあまあそれでもその部落っていうのはね、そんな差別されてるんだとか言って言い張るんだったら、じゃあだったらね、そのね人がここで人が首吊ったとかね、なんか心中があったとかで、ね、殺人事件があったっていうのも、そういうのもね告示しちゃいけないっていうことにしたらいいんじゃないですか。まあ、そういうのも、ね、差別だからね、そういうなんか幽霊が出るみたいな、そういう迷信にね囚われるのは差別だから、そういうのもね、告示しちゃいけないっていうふうにならないといけないのに、まあ、そこがね僕大変ね矛盾してると思う。うん、だから僕はどっちかっていうとね、裁判所っていうのはやっぱ科学的な判断をしないといけないと思う。そんな人がねそこで自殺してたからって言って、別にね告知する必要ないと思いますよ、ね、だからそれと同じように、別に部落だからっていうことで別に告知する必要もねないとは僕は思うわけですよ。まあ一方で別に告知したらいけないっていうことでもないわけですね。うん、そのなんかね、例えばその不動産屋さんがもともと自治体の職員で、そこがその童話地区指定されたっていうことをね知ってる、あるいはなんか家にそういう書類を持ってるとか、そういうんだったら、うん、ここはねここのね市によって童話地区指定されてますよ確かにとか言ってね言うのはね別に構わないわけです。まあその先にどういうふうに判断するかっていうのは、まあお客さん次第だと思うんですよね。ということでね、まあでもね、まあ一番無難なのはね、わからないっていうか、
そのいや童話地区じゃないですよっていうふうに言うことですよね。あそこでね、いやいや違うだろ、ここは確かに童話地区だろとか言ってね、食い下がってくるお客さんはそれ頭がおかしいと思う。 だったらなんでいちいちそんなことを不動産屋に行って聞くんだっていうことに、ま、なりますからね、うん、ということで、不動産屋の皆さん、参考にしていただければいいと思います。だって本当に答えられませんっていうのは絶対僕トラブルの元だと思うので、トラブルの元だと思うので、ね、この、童話地区の場所を認識していないと、ね、まあ、あるいはここは童話地区じゃないよ、まあ、そういうふうにね、はっきり胸を張って答えていただいたらいいんじゃないのかなというふうに思います。